皆さんこんにちは。こんにちは。マックスフレンド。しげしげです。ランダンが始まりましたね。始まりましたね。固定ですか？固定です、今回。ちょっとパーティー見ましょうか。はい。ヘパイストス。ほう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 。ちょっと今回パーティーちゃんとチェックしないと難しいかもしれないです。癖あるなー。そうなんですよ。癖が強いんですよ。お邪魔。お邪魔かー。お邪魔込みの、まあ、多色ですね。癖あるなー。これどうしたらいいんだ。何個お邪魔をつなげると最大なの？これは最大は9個です。お邪魔9個つなげると最大。指長。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10の11、12。指が12個ってことは6秒増えるから、はい、10秒パズル。10秒パズル。10秒パズルなんて久しくやってね。ただその10秒使ってるともうスコアが出ないんで。確かに。で、初見のマックス村井に対してアドバイスを一つ言うとしたら。一つ言うとしたら、はい、お邪魔マネジメント。うわ。バトル1からお邪魔を一定入れないと抜けない。バトル1は、5色あれば2way 込みで抜けなくはないです。 2way 誰の 2way 闇？闇もしくは木ですかね。なるほどなるほど。ってことはじゃあもう何も考えずに一発目からどれかしらは打った方がいいって感じで。そうですね。よし、やってみるか。まあ、あとはフェンリルのそのお邪魔の目覚めがあるので、はいはいはい、いつ使うか、いつ使うかとか。ちょっとスキル確認オフにしていきます。はい。慎重にね。じゃあ行くか。はい。一発目どっち使うかな。もう一発目いきなり多分フェンリルかましますわ。うん、参ります。はい。バトル7か。挑戦。5色ないね、早速。はい、ないですね。はっ。あ、投げ。しかもヘッダーがパズルしちゃった。抜けないんだ。はい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 。そんなにいらない、そんなにいらない。え、むしろありなの？いらないよね。いや、今回タイムかなって思うんですよね。いやだいぶ厳しい。うーわー、ひどいことするね。そうなんですよ、ギミック多くて今回。あー、6コンボありがたい。抜けないんですか？そうですね。あ、いいですね、はい、いい感じですね。でも厳しいな。で、ここなんですよ。ここ何？何それ。どうしたらいいの？あれ、何それ。私、これ、あれか、あの、ニュー、新しいやつよね。はい、バルテンですね。バルテン？バルテンっていう、モンスターが出てくる、テクダンの、ナンバードラゴンの一番上か、今。ほう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 。で、初めて出てきたギミックなんですけど。うわ、あ、マジ？嘘？そうなんですよ。ひどっ。そうなんですよ。この子、硬いんですよ。貫通ないよね。貫通するとしたらもうあの最大火力ぐらい出さないといけないんで、まあ、一番いいのはヨルムンガンド の、 あの毒付きの陣なんで、それで。あーあー、はい。結構難しいんですよ今回。あれってテクダンだよね。新しいテクダンに入れてる。新しいテクダンのやつです。初めてだわ。あれはあそこにあるやつ。離した瞬間の色なの、パズルを。あそこにあるものが変わっちゃうから、持ってけばその色です。
なるほど。じゃああそこだって言われてる場所は、はい、いろんなところパズルしてる間、はい、ずっとこうあそこの場所を変わり続けます、はい、じゃああそこをベースにパズル組んだらあそこがずれてる可能性があるんだ。そうですね。なんで周りで組んであげるのが一番いいと思います。あそこはもう気にせずに。はは。え、これネットではどうなの？なんかむずいって感じ？むずいって感じです、本当に。ギミック多いんで。しかもお邪魔という癖のある、はい、癖が。え、悲しい。ちなみに自分も初見ここで負けました。え、マジ？はい。そうそう、何回挑戦できるんや私。スタミナ的にもうないんで。そうですね、もう挑めないんですけど。そうか、え、7バトルでしょ。はい。今点数ってどんぐらいでどんぐらいなんですか今？170秒残しの平均7コンボくらいで最大火力を取ってれば13万ちょっとかな。それも 1% とか入る？1%とかのレベルですね。で12万5000とかかな今は。 10% ぐらいです。厳しい厳しい。むしろクリアスムーズにできる人少ないのかな。結構一定自分の中でこう流れ作んないと難しいと思います。あとお邪魔いくつつなげるとかそういうのも見ていかなきゃいけないし。なんか始まった瞬間、まだ初日じゃないですか、はい、初日でそのハードルって、その十何万点が、はい、13万点が 1% とか、はい、12万点レベルで 10% とかってめっちゃハードル高くない？いや、ハードル高いっす。なんかそれっていつも終わるぐらいの日じゃない？そうっすね、今回そうっすね。ハードル高っ。まあ固定っていうところもあるんで、だいぶこうやり込む方が多いのかなみたいな。確かにね。えぐ、やば。今回怖いっすね、ちょっと。怖いよ。いや、皆様どうぞあのご検討をお祈りしております。頑張ってください。究極攻略 TV はもう上がってるんですか？上げます。これからちょっと解説したものを。究極攻略 TV にですね、あの解説したもの上がります。上げます。概要欄にリンクございます。どうぞ皆様ご覧くださいませ。お願いします。私は残念ながら初見あのダブ突破にやられました。はい、悲しい。リベンジしましょう。とても悲しい。ちょっとリベンジしたいと思います、はい、またちょっとねスキルが溜まるのを待って。スキルじゃねえや、スタミナが溜まるのを待って、はい、あとこのヨルムンガンドポリン、うん、もう今日中にちょっと動画はやりたいですね、うん、超地獄級をクリアして木炭もらってヨルムンガンドさん今こんな感じ。まあスキルレベル1なので最大11か、はい、まあ私のスタミナの関係で言うと今日中に10体集めるのはちょっと不可能なので、うん、まあ、木炭を3体は自分の中で今日はノルマにしましょうかね、うんうん、で何レベか上げつつスキルレベルを何個か上げつつの、まあ、おいおい強くしていくって感じでいきたいと思います、はい、ヨルムンさんは普通にあのナルガのサブとしてもいい感じなので、うん、いいですね。使うだけでそのガードブレイク発動で貫通できる、はい、恐ろしいものを見ました。最後までご視聴ありがとうございました。ありがとうございました、ぜひ高評価、チャンネル登録をよろしくお願いいたします。お願いします。お待ちしております。さよなら。さよなら。